はい、こんにちは、ペソでございます。書生録ですね。続きやっていきましょう。まあちょっと秀長さんに貼らせて、でこっちはね、そうかそうか、動いてしまったからもう終わりかな。ちょっとごめんなさいね。こっちまで行きましょう。あ、吉本さん出せるね。まあ、湯降ってるからこれでいいか。はい、で、次は、村上さんね。あとはオバマさんはもうオール鉄砲でいきましょう。はい、で、何をさせるかと言いますと、こっちの市場のね、ん？あー、ずれたか。よいしょ、はい、これね。で、農業できる人を、どうしようかな。ここ平地か。あ、平地だね。あとは建設できる人がいないからね。まあこんな感じでしょうかね。はい、ではこれで、次行きましょう。まあさしてね、大きい動きはないかとは思ってるんですけど、さあ、年が明けましたね。63年に入りました。
あ、早かったね。名古屋城ね、はい。その前に浪人、あ、猪松さんね、はい、行きましょう。あー、彼は取れるはずだけどね。あー、やっぱりね、うん、あー、もうちょっと他の城を見ていかないと。あ、岡本さんは多分ダメだ。この軍勢をどっちに送るべきなんだろうね。必要としないここがあるからね。なので、どっちかというと慢性的な米不足に悩まされてるんで、村を潰してね、開墾していくのが一番いいかもしれないね。潰して開墾、はい。はい、名古屋城は、川田さんも、あ、だいぶ中勢力は上がってきてるのね。茶器だね。三国神器か、面白そう。あ、そういう、そうでもないか。高い買い物だからいい子だけ買って決めましょう。水原さんちょっと出しましょうか。神戸さんもこのままでいいか。そうですね、刑事さんちょっと前線に出したいので、信長さん、
あ、和泉さんしかいないのか。じゃあ、よいしょ、高速で。はい、でこちら手はず通り囲っていきます。秋山さんが来ないね、多分。ああ、ヘルが足りないんだ。もうちょいだからね、うん、ちょっとこっから、内政官出すのはやめときましょう。で、あとはそろそろちょっとお米が足りんようになってるはずなので、補給ね。あとは、小太郎ちゃんで藤高さんをね、取りたいと。あ、いたいた、41か。失敗。もうちょいなんだけどね。するために、まあ結構な軍勢出してますよね。ちょっとこの隙に、ああ、そうだ、これだ。
ゼロでしょう。うん。ということは、2ターン連続じゃない限り来ないんで。じゃあ、そうですね、ターン進めましょう。おお、捕まえた。ほい、あら、はい。三好さんと毛利さんがね、まあ大体、おお、捕まった。結構なメンバーいますからね。初めて長坂部さんの方で四国で戦闘が久方なかったですよね。ようやく回ってきた。はい、どこにいるかな。名古屋、小田原、川越ですね。はい、ではここで終わります。ありがとうございました。それではさよなら。